ネクストチャレンジ。はい、こんにちは、具志堅用高です。ネクストチャレンジ始まりますよ。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。このチャンネルでは、はい、いつもスタッフの僕と具志堅さんが、うん、まあ、会話するトークすることが多いと思うんですけど、はい、これは YouTube なので、その先には数多くの視聴者がいることをご存知ですか？今年明けてどれぐらい増えたんですか？年明けて7000人ぐらい増えました。ああ、かなりいいペースかなと思います。嬉しいですね。はい、なんかもっと面白いことをやってもいいね。実はもっといろいろロケであったり、うん、コラボとかもやりたいんですけど、どっか行って指導に行くとかね。はい、うん、まあ、ちょっとふざけた企画で言うと、うん、グラビアの方とコラボしたい。ああ、いいね。パンちゃん、パンちゃん会いたいね。はい、試合を見たいね。そうですね、試合もちょっと一回見に行きたいです。あと空手の長野さん、はい、あ、見たいね。はい、長野さんは女優さんです。あ、もう試合もやらないか。はい、空手をやっていて、今は女優と看護師さんをされてます。看護師さんか、はい、どこの病院？具志堅さん、どっか悪いとこは？悪くないからちょっと調べてみたいんだちょっと診察とかもやってもらいたいですか？はい、具志堅さんはもちろん世界チャンピオンなんで、はい、注射とかは怖くないですよね？いや、怖いよ。はい、目の前で見せられたらダメだね。人間ドックといえばやっぱり献血もあるじゃないですか。多いね、はい、かなり取るよ。はい、うん、長野さんにやってもらえますか？いいですね、我慢する長野さんやったら我慢できる。我慢する。はい、具志堅さん、ちょっと話はそれてしまったんですけど、はい、このチャンネルには5万人以上の視聴者がいらっしゃいます。これ全国ですか？はい、もちろん全国。なんなら海外の方もいらっしゃいます。いた。はい、うん、嬉しいな。はい、全国全世界の具志堅ファンからこの YouTube に対するコメントが来てます。あ、そうですか。はい、そのコメントについて、はい、また具志堅さんにコメント返し、はい、コメントにいいねを押してもらいたいなと思います。はい、ちょっちゅね。まず一つ目は、はい、夢の対決5番勝負、はい、井上尚弥 VS 井岡一翔。パワーで言うと井上チャンピオン、うん、テクニックで言うと井岡チャンピオンというふうに5番勝負した動画に対して、はい、かなり多くのコメントが来ているので、はい、具志堅さんにも見てもらいたいなと思います。はいはい、あ、これいいね。井岡の体を見てもフライ級かライトフライ級かが適正っぽいんだよねって。スーパーフライはあまり体に合ってなそうだもんな。そうか、違うな。これは今スーパーフライでちょうどいいよね。うん、いい。ガンダム級じゃ井上尚弥だよな。これいいねバンタムじゃなくガンダムです。ガンダム級ってだから面白いね、はい、これ押していい？はい、あ、いいよな。ガンダムだよ、本当に。着目視点から具志堅さんのコメントは意味が深いし、グッとくる。いいね、これ。はい。ハートだね、これね。はい。うん、グッとくるね。ボクシング知ってる人は、なんかやっぱ言ってくれてるね。うん。ちょっちゅね、全部井上で。ちょっちゅね、全部井上で。まあそういう意味じゃないけどね、はい、うん、井岡のいいところもあるんだよ。井岡が勝ってる部分があるならば相手の良さを消す力じゃないかと思う。まあ、いいこと言うね。井上は良くも悪くも付き合ってしまいがちな部分があると思う。あ、そうね、はい、いいこと書いてるね、これ。はい、はい、そうそう、具志堅さんがこのチャンネルでボクシングについて真剣に語っていただいているので、はい、ファンの方々もやっぱボクシング好きな方が多くなりましたね、うん、そうかそうか、読み組み立て、うん、その周り、井岡はうまい。あ、なるほどね。いいじゃない、よく見てるじゃない。組み立て方うまいよ。気づかないうちにボディを恐ろしいですね。今年も具志堅さんのご健康ご活を願っております。これいいじゃないの、はい、優しいコメントも多いですね。優しいコメントも多いよ。きついのもいいじゃないの、それ、はい、井上の圧勝で KO 勝ちかな。井岡でバンタム級は厳しいと思う。この中でみんなボクシング知ってる人なのかな。よく知ってはいるけど、うん、まあ、やってみないとわからないんだよね。具志堅さんらしい輸送ではよかった。井上選手の勝負ところ練りが苦戦しているように
相手がパワー負けしないので厳しいですよね。まあそれもやってみないとわからないからね。やっぱみんなあれだな、 9割は井上だろうなとかみんな書いてあるね。バンタムが上げたら振りだっていうのみんな書いてあるな。まあ、ちょっと階級をどこにするかっていうので、うん、まあ、この試合でいうとバンタムでやるっていう件が多いので、うん、そうなるのかもしれないですね。そうですね、井上チャンピオンはもうバンタム以下はもう落とせないと、もうきついと思うよ。ただまあボクシングという競技はやってみないとわからないので、うん、そこの部分もまあハードコーダーいうのも楽しいですね、うん、という形で一つ目はまあ、真剣なボクシングの話題についての動画をいいねしてもらったんですが、はいはい、続きましてこちらの動画をお願いしたいと思います。ちょっちゅね、こちらの動画ですね。美人インストラクターが現役の総合格闘家だったらドッキリ動画ですね、うん、やっぱ具志堅さんは本物の格闘家だから相手が経験があるかどうかすぐ分かるんだな。ただ強いだけじゃない。あ、これいいじゃないですか。具志堅さんの本質を見抜かれてますね。うん、いいね、いいね。確かに美味しそう。何これ、確かに美味しそうって。もしかしたら、何スケベな意見かもしれないですね。スケベの山田太郎、これ本当に。確かに美味しそう。いいね、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 そういうの、はい、本音出すんだ、本音を言うんだね、みんなね、はい、うん、そうですね、うん、はい、ウケる、いい、あ、ウケる、いい、だーみんなスケベだな、これみんな。具志堅さん、本当に楽しいボクサーです。そしてもプロですからね、間違いはないと思いますよ。メガネかかけたままでやはり危険だと思います。皆さん、注意されてますよ。そうなってますね、これいいね、はい、どうしようか、とってもいいよね、はい、うん、とっても、この前の谷口さんの時を撮られてたんで、撮ったね、はい、うん、毎回楽しく視聴できてるのでみたいですね。具志堅さん、かわいすぎる。本当いつまでもまっすぐな具志堅さん、素敵です。杉山選手、めっちゃ美人。あ、みんな美人だってね、はい、見てるがやっぱり映りがいいんだね、はい、やっぱ多かったよね、体もね。そうですね、うん、具志堅さんも騙されましたか。そうだね。具志堅さん、いかがでしたか、2つ目の動画。これ嬉しいですよね、可愛いっていうことね、はい、まだ頑張れるよ、俺は。具志堅さん、可愛いであったり、若い、うん、そういう、感動もらえたらやりがいがあるね。そうですね、やっぱりこういったコメントが励みになりますね、うん、ですね、うん、このチャンネルでは、具志堅さんのバラエティでは見れないような、うん、ボクシングの真剣な一面であったり、うん、この YouTube でしか見れないことをこれからもやっていきたいなと思ってます。はい、はい、ちょっちゅね、具志堅さん、すいません、はい、もう一つだけ見てほしい動画があるので、はいはい、この前撮らせていただいた歴代世界チャンピオンのディフェンスが優れたボクサーベスト3、うん、これについてさまざまな意見、具志堅さん、この人はどうですかみたいな意見もあったので、うん、取り上げたいなと思ってます、この大石さん、試合後顔ボコボコになっていたイメージしかないんですって。そんなのないよ、多分ボコボコなってないよ、うん、しっかりしたガードだったけどね、うん、具志堅チャンプのボクシングの時の心の中での、うん、ローテーション感じてますよ。不審語ってくれる動画、本当にファン、俺的には楽しめてもらってましたよ。いいね、これね、はい、やっぱり好きなんだ、はい、うん、川島ね、ボクシング経験者かな、みんなスーパーフライの川島さんがいたんだよ。それのガードがいいです、サスポーだったな。スーパーフライ級の王者ですね、うん、6度防衛されて、うん、川島さんよく入ってるな、うん、確かに試合もよく見ていたな。川島さんね、なんで出ないのかな、はい、ただ平成最強の男、アンタッチャブルと呼ばれた男です、うん、なかなか具志堅さんのこのチャンネルで井上チャンピオンの名前であったり井岡チャンピオンの名前とかは結構聞くんですけど、うん、ここまでピンポイントで元世界チャンピオンの名前が出たのは初めてだったので、ねえ、はい、だから川島さん、鬼塚さん、ピーマン独自と、はい、
はい、3人プレーだったんですよ、はい、戸口さんだけはチャンピオンになれなかったけど世界は、うん、川島さんも今東京でジムをされてるので、うん、で解説一緒の時もありましたからね、はい、なんか弱い人だけど、うん、確かに、うん、最近はこのチャンネルで言うと、うん、まあ、谷口さんみたいな若手のボクサーとか、うん、現役の方とのコラボが多かったんですけど、はいはい、またこういった年金を引退されて、うん、まあ、ボクシングジムなどをされてる方とのコラボもやっていきたいですね。ですね。具志堅さん、コメント返し、はい、いかがでしたか。いいね、見るのね、うん、まあ、意見をそうして書いてくれたらまたいいところはそれも伸ばしたいし、で悪いところはちょっとまた反省しつつね、どんどんやっぱり出してほしいね。褒めるのも嬉しいけど、やっぱりなんか注意、コメントも欲しいね、はい。まあ、こうやってボクシングの醍醐味っていうのは試合でもあるんですけど、うん、ファン同士でああだこうだ言うのも楽しかったりするのでですね、はい、はい、そういった意見も具志堅さんも取り入れていただいて、はい、より具志堅用のネクストチャレンジを盛り上げていければなと思います。ですね、はい、どんどん、コメント欲しいですね、はい。では具志堅用のネクストチャレンジ登録よろしくお願いいたします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。